そう。あら、もったいない。リュリーティスだって働くんだろ。それはそうだけど、もらえるものは別腹じゃない。いや、生活費は自分で稼ぐ。もう強情なんだから。でもそれなら支配人さんに相談してみたら。私がホテルで働かせてもらえたみたいに。何か、確かに支配人、何かない？それでお嬢様、いつもの調子。狩りにもだいぶ慣れたご様子。いいよ。では地下に降りるの初めてだな。着いてからのお楽しみで。おっと、結構降りてるよね。50階を過ぎたようですね。いつもここら。50階？当ホテルは普通のホ。そうだった。さ、これホテルエンデ。代々のエージェントが見る中にはもう主が戻らぬセルバンもいるのです。お嬢様に時々相手を。私の他にもセルバンを従えていた先輩エージ。ありがとうございます。リュリーティス、聞きたいんだけど。何？今からでも聖女を辞める気？聖女はそのすごく危険な仕事だし、なんなら私が君を養っても。あ、アーナス様、それ以上は。それは警告。お客様の安全を守るのも支配人の務めです。アーナス様、心配してくれてありがとう。でもあなたが蛇妖退治を頑張っているように私も何か頑張りたいの。だから聖女のお仕事は私に任せてね。どうやら説得は無理そうですね。はあ、どうしてくれよ。アーナス様、とりあえず今日は島を散策しましょう。散策？もう約束したじゃない。それに昼のうちに島の地理を把握しておかないと夜にどこに行けばいいかわからない。そうだね。それじゃあ今日はいろいろと見て回ろうか。ええ、行きましょう。なかなか良さそうなところですな。ここがルースワルトか。お宝の匂いがプンプンするぜ。おや、観光客の方ですか？まあそんなところだな。ちょっと行きたいところがあるんだ。ほうほう、それは奇遇ですな。実は私もなんですよ。へえ、それはひょっとして。ここは。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。君は？こいつ。なにゃ。私は魔剣ヨルドの番を任されております、教皇長のミコ。この姿は夢の中での仮の姿です。よかった、一瞬知っている子かと思ったよ。エージェントであるあなたや新聖女はともかく、夢の中で姿を保つのは私にとっては難しいのです。
夢が覚めかかってる。エージェントアーネス、時間があまりないようですから要点だけ説明します。あなたが蛇妖狩りで集めてきた青市の格納場所についてです。格納場所？遠い昔、聖女が常しえの夜を封じ、世界を覚めぬ夢から救い出した時、一つだけ予期せぬことがありました。青い地です。聖女の封印で傷ついた夜の木々は青い地を盛大に吹き出し、それは青い雨となって、そして青い雨に触れた者は魂を闇に落とし、蛇妖と呼ばれる化け物になってしまった。だから私みたいな血に耐性のあるエージェントに蛇妖狩りを命じて青い血を回収させるでしょ。何か問題でもあったわけ？その青い血の格納場所です。現在青い血を安全に保管できる方法はたったの3つ。1つは各エージェントに支給されているロジエクロック。これ2つ目は魔剣ヨルド、デスタンと呼ばれるもので、青い血を放任、剣に定着する方法。そして3つ目はあなたです、エージェントアーナス。私？あなたはあなたの心の強さだけで妖魔の青い血を封じ込めている。あの青い闇を浴びて人として心を自力で保っているのはもはやあなたくらいですよ。そりゃどうも。ロジエクロックも魔剣ヨルドもあなたも青い血を貯めれば貯めるほど闇に近づき、いつ闇に落ちるとも知れません。ですがそれは同時に夜の君に有効な力でもあるのです。そこで教皇庁はあなたが集めた青い血の使い道はあなたに一任すると決定しました。ロジエクロックに貯めるもよし、ヨルドの剣に使うもよし、あなたの力とするのもよし。さあ決断を。今回はデスダンをやってみようかな。わかりました。では清掃に着替えていただきましょう。なんだこれ。なんだこの格好は。デスダンを行う際に清掃、聖白の方位です。使徒は体内を巡るもの、そこに大きな力を流し込むには間の障壁は少ない方がいいのです。だからってこの格好は。なの？大丈夫です。ここは夢の中、ここには私とあなたの他には誰もいません。あなたもいましたね。とにかく早くデスタンを行わないと夢が覚めてしまいます。ロジエクロックに夢と五つの境をつなぎ止められる時間は限られています。急いでください。分かったよ。もう力が溢れてくる。夜の力を手に入れた証です。これであなたはより強くなりました。今まで戦ったことがある蛇妖もより簡単に倒すことができることでしょう。そうなんだ。確かに今までにない感覚だ。そろそろ時間のようですね。最後に一つだけあなたの問いに答えましょう。君のその仮の姿のことなんだけど、
私の知り合いにとてもよく似てるんだ。君、これはおそらく私の若い頃の姿でしょうね。私も聖女の血筋ですから、新聖女と似ているかもしれません。あなたのイメージに影響されているのではないかと思います。あなたが新聖女のことをとても気にかけているから。それはそうだよな。時間ですね。あ、そうだ、君のことを何て呼べばいい？お役目に就くとき子は捨てました。ただヨルドの巫女と。わかった。それでは次のデスダンで。